ローカルフードで日本を元気に、えー、皆さん、こんにちは、えー。ローカルフードで日本を元気にするこのシリーズ、えー、第2回目、やってまいりました。えー、今、実は、えー、日本の私たちの食べ物、えー、そして農業に大変な危機が迫っていることご存知でしょうか、えー。東京大学の鈴木先生、どうぞお願いします。はいい今日本の米が危なんんです皆さん お米の値段がですねどんどん下がって、農家の皆さんが一票作って売っても、1万円を切って9000円ぐらいにしかならなくなってきてるんです。お米を一票作るのに、どれだけ大規模に専業的にやってる農家でも、1万円以上コストがかかるんです。このまま放置しますと、日本の農家は小さいところだけでなくて、大きな専業農家もバタバタと倒れて、 私たちの一番大事な食料のお米がどんどん食べられなくなる、地域も崩壊していく、そこにじゃあ誰がその農地を使おうとしているのか、大きなグローバル化しているような企業がそれを狙っているのかもしれない、そういうことまで考えながら、私たちは私たちの食べるものをどうするのか、深刻な危機が近づいている。 ように思うんです。先生ありがとうございます。えー、実は食べ物、えー、そして農業、今先生がおっしゃったこと、非常にですねこれ実は一番大事なことなんじゃないかということで、まあ世界各国でもですねこのテーマについてまあいろいろなところでですねあの皆さん集まって、えー、議論をしているんですね。えー、今月九月二十三日アメリカのニューヨークでは。 国連システム食糧サミットといいうのが行われています、えー、国連ではですね、いろいろこの食との、これからどうやって人間と命が持続可能にやっていかれるんだろうかということをですね、まあ、各国での、各国集まってですね、ずっとディスカッションしてきたんですね。2008年にあ、やっぱりこれは人間は自然と調和して循環型の農業というものをしていく。そして小規模に それぞれ地域ベースでやっていくというのが一番持続可能だよねということでコンセンサスが決まったんですね2008年頃に出てきた言葉アグロエコロジーという言葉が世界に出てきましたアグロエコロジー皆さんこの言葉聞いたことがあるでしょうかアグロエコロジー一言で言うとこれどういうことなんでしょうか OK シードプロジェクト事務局長陰役智也さんにお伺いします えー、アグロエコロジーっていうのはアグロっていうのは農業でエコロジーっていうのは、まあ、エコロジー生態学ですよねだから生態を生態系の力を活用する生態系を守りながら生態系の力を活用する農業ということができると思います、はいえー、生態系の力を活用する農業、まああのー、すごく言葉で聞,聞いているだけでも、えー、非常にこれ、まあ、体にも それから土にも環境にも良さそうなというようなイメージがありますけれども、これ、野菜ですとか、お米だとか、作る時の農業ということを私たちイメージしますけれども、例えばあの牛肉とか、それから牛乳とかね、酪農の方でもアグロエコロジーっていうのはあるんでしょうか、鈴木先生いい。かか。がですかはい、例えばですね、まず草を育てますね、牧草、それを牛が食べます、はい、そしてお乳が出ます。 あの糞尿が出ますから、それをまた牧草地に戻して、草が育って、そしてまた牛がですね育って、お乳が出る、この循環ですよね、まさに生態系の力を優しく発揮することで、みんなが幸せになれる、人も牛もですね環境にも優しい、これがまさにアグロエコロジー的な酪農ではないでしょうか人も牛も環境もえさんをよしということですよねそうですね。 はいえー、そんなアグロエコロジーですけれども、これ、実際、各国が、まあ、インドとかフィリピンとか、アグロエコロジー、今、急速に進めています。で,でも、日本が、広がって私たちの国、日本はアグロエコロジーということに関しては、どういう状況なんでしょうか、川田隆平議員、よろしくお願いしますもともと、あの元々日本はアグロエコロジーの発祥というか、もともと素地はあって、ですね日本はもともと循環型の農業をずっと続けてきて。 それから1980年、70年代ぐらいからもです、ね、ずっとその有機農業の中でも、やっぱりそうした循環型の農業というのは進められてきたんですけれども、まあ、それぞれがです、ね、それぞれの農業のやり方で進めてきているので、それが体系的にそのまあ研究されたりとか、その体系的にその科学的にその大学で研究されたりということがなかなかされていなくて、まあ、それぞれがそれぞれのところで進めてきているので、 それを本当にまとめてその全体としてやっていくということに政策としてはなっていなかったりですとか、それから大学の研究としても進んでいなかったこともあって、やっぱり日本にはまだ本当にアグロエコロジーという考え方、これからになっていくのかなというところがあります。で特に今、日本では日本西日本エコロジー協議会というのができて、まあ、本当に今年からできて、これを進めていこうということになっているんですが、まあ、本当にこのそれをぜひ大学とかですね、そういったところでまあ本当に考えて 研究していくということは本当にこれから望まれていくことではないかなと思っていますうん、うん、なるほど、そうすると47都道府県、えー、各地で、まあ、それぞれ農業を営んでいる人たちが、まあ、自分たちのまあ知恵を継承されてきた知恵を使ってアグロエコロジーのように循環型のものをやっているところは多いけれども日本全体として体系化されていないそして学術研究としてまだ確立されていない政策として出てきていない。 こういった障害があって、日本ではまだアグロエコロジーということが進んではいないということですね。アグロエコロジー、これは例えば他の国ではあの、さっき私が申し上げましたインドやフィリピンなんかでは、これ、急激にやっぱり進んでいるんでしょうかインアクさんあ、非常にそれは進んでまして、まあ、あの特にあのこれをあの推し進めた国としてはブラジルがあるんですけども、ブラジルの大学にはアグロエコロジー学科があります。 それして、えー、ブラジル政府も2012年、今から何年前ですかね、8年えー、9年ぐらい前ですかね、えー、あ、すみません、2013年ですね、えー、国の政策としてアグロエコロジーを取り入れました。そんなこともありまして、国としても推進しているということがありますし、今、実はあの世界で一番有機農家が一番多い国ってどこだと思いますこれ、インドなんですね。 はあ、インドではもうあの国や自治体がこの有機農家を、まあ、あの支えていくと、まあ、アゴロエコロジー的な政策というものが、国はねあの、逆の方向を向いてたりするんですけども、自治体なんかはがかなり頑張って有機農家を育ててるということがあります。そんなことで、インドは世界一に、ある州は、州の全員が有機農家になってしまったんですねおーそれはすごい光景ですね。 あの私たちなんか日本では有機農家というとすごくまあ小規模でやっぱりあの作るのは大変だし、えー、あの手間もかかるしそれでいて消費者の側から言うと買おうとするとものすごく割高でなかなか手に入らないというあのすごく何て言うんですかね贅沢品のようなイメージがまだ。 強いと思うんですけれども、世界はもうとっくにえ循環型の、えー、そちらのアグロエコロジーの方に進んでいたということが、まあ、よく、えー、分かります。えー、ただ、一方で、ですねこのアグロエコロジー、この有機の方向ですね、循環型農業に、えー、対抗するもう一つの波というのもあります、えー。例えば、国連ではアグロエコロジーが主流になっていますけれども、それでは、まあ、あまり儲からないんじゃないか。 もっともっと大規模に、もっともっと効率よく、もっともっとスピード速く、つまり、えー、スピード、えー、そして効率、えー、そして大規模にという、まあ、非常に近代的なです、ね、流れの中で、まあ、大きなグローバル企業が、えー、新しい流れを自分たちだけの流れ、ビジネスの流れですね、これを作っているというもう一つの流れがこっちから来ています。えー、今年の国連食料システムサミットというのは実は 完全にアグロエコロジーではなくて、このバイオ企業、グローバル企業の,この大規模な近代的な、えー、バイオの力を使ったスピーディーな農業ということが実は中心になっている、あのそういう意味では23日の,国,あの国連食糧システムサミットというのは、実にこれはあの大きな事件。 それに対して世界中でアグロエコロジーを進めてきた人たちは非常に怒ってです、ね、自分たちは自分たちの流れをしっかりカウンターをやるということで市民のです、ね、ピープルズサミットというのが同時期に行われますこのピープルズサミットの特徴について簡単に印役さん説明していただけますかはい あのこれまでの国連というのは、あの特に2008年の世界食糧危機をきっかけに民主化しなきゃいけない、つまり市民組織が参加しなきゃいけないということで、えーあの、民主化が進んできたんですね、だから国連でこういうサミットやるときには、必ず市民団体が入れたんですけども、今回の食料サミットからは全部排除されてしまった。 そこで市民団体はあの農民組織であるとかあの市民組織は、えー、グローバル・えー、ピープル・サミットというのを企画してこれは今コロナの問題で集まれませんのでニューヨークに行けませんのでみんながインターネットを通じて意見を発信しようということで、えー、グローバル・えー、ピープル・サミットというものが、えー、21日から始まっています。はい え皆さん、グローバル・ピープルズ・サミット、ぜひ検索してみてくださいね。え世界で動って起きている動きを見ると、ですね翻ってその中で今、日本がどういうポジションにいるのかということがよく見えて、このビッグピクチャーで見ると、ですね日本国内のニュースなんかもいろんなあの角度で見えてくるようになります。えそしてですねこの、えー、今、えー 国連の食料システムサミットの方の中心になっているグローバル企業、バイオ企業がですね、新しいテクノロジーを使って農業の方向に入って、食料の方向に入ってきている例えば遺伝子組み換え、そして最近ではゲノム編集ですね、このあたりもどんどん入ってきているということなんですけれども、このあたりは川田議員、例えばこのゲノム編集という新しい技術なんですけれども、日本でもかなりこれ広がってきているんでしょうか。 そうですねあの、ゲノム編集のトマトが、えー、ちょうど先週発売が、販売開始ということで、あのそれまではあの無料でですねあの、モニターを募っての農業をやっている、本当に市民の人たち、農家ではなく市民の人たちに、えー、この苗を配って、ですねゲノム編集のギャバが増えるトマトっていうのをこうう無料で開封してたんですね、でさらに今、今回、販売を開始したということで、またニュースにもなってましたけれども。 それからそのゲノム編集トマトだけではなくて、今度はあのマダイですよね、タイの魚、お魚も、このゲノム編集のものが認められてくるというようなことになってきて、まあ、本当に日本は届け出制なので、その許可制でもないので、本当にその企業のやりたい放題になってきているところがありますので、登録しなければ、結局わからないんですね、そのどの食品が、表示もされないということになってしまうので。 どの食品にどういうふうにこのゲノム編集が使われているのかというのが分からないということで、まあ、今まで遺伝子組み換えというものについて、やっぱり非常にその皆さん、警戒感を持って、やっぱり非常にこの安全性に対して、やっぱり非常に疑問があるということで、あのやってきたものが、まあ、今回、マスコミも含めて、ですねこのゲノム編集は新しい技術だということで、こぞって来賛のような報道になってしまっていて、でさらにあのノーベル賞なんかも取ったりなんかして、ですねこれがまあ新しい技術としてどんどんこう、 認められる方向に来ているんですが、実際のところはです、ね、まだ分かっていない技術もあるし、特にその安全性の面では、非常にまだあの遺伝子組み換えと同じように扱わなきゃいけないはずのものが、まあ、ゲノム編集という言葉を使って、まあ、普及をされようとしているというところを、まあ、警戒しているというのがあります。はいい、えー、ありがとうございます、まあ、遺伝子組み換えもももゲノム編集も、まあ、どちらも えー、そ,れその是非というよりもですね新しい技術なので、例えば私たちの体とか,それか環境とか生態系にどういう影響が出るかまだ分かっていないという、まあ、あの本当に治験中のような状態なわけですよね。あの例えばゲノム編集のお魚ということが今出てきましたけれども、鈴木先生、いかがでしょうか。これれ日日日本本本のあの漁業ですとかね、えー、それかねそらまああの日本は日本人ってまあ魚が、ねあの メインのタンパク質ですけれども、それに対してはまあどういった影響が考えられるでしょうかそうですねあの、ゲノム編集のマダイはですね、やはりあの他の魚と交配して、うん、その生態系に与える影響もですね、まあ、心配されてるわけですよね。で、そういうことについて、あの検討会で、えー、質問をしましたら、その開発した方はね、ゲノム編集の タイは、えー、すぐに死ぬから大丈夫だと答えたっていうんですよ。そんなねあのすぐに死んでしまうような生き物を我々が食べるということ自体がね、えー、それが大丈夫なのかということが、えー、むしろクローズアップされるような、えー、ことになってるんじゃないかと思うんですね。ですので、えー、漁業者の皆さんもその養殖が増えて。 タイの値段が下がっているときに、そういうものをわざわざ投入してね、えー、しまうことでさらに価格が下がるかもしれません。消費者の皆さんは価格が下がっていい,い,いかなと思っても、それによって、えー、何が起こるかわからないわけですよね。うそういう不安が隠されてしまうということはとても危険なことだと思いますね。はい、おっしゃる通りですね。あのー、今はまあいろんな分野でね、情報格差が 命や安全の格差と直結する時代になってしまっていますから、やっぱり食料とはいえ、まあ、私たち値段だけでどうしても見てしまいますけれども、安いという裏に一体どういうものがあのその背景にあるのかということをやっぱりしっかり見ていかないと、まあ、この先何があるかわからないということですよね。あのよくそういうゲノム編集や遺伝子組み換えのような新しいテクノロジー。 を使うことがですね例えばあの国連食糧システムサミットでもこれは出てくると思うんですけれどもこれから気候変動で食糧危機が来るえだからバイ,オのバイオロジーの力を使って新しい技術で食を作っていくということは何が悪いんだとこれは人,人類を救うことになるんじゃないかと、まあ、ビル・ゲイツさんなんかはねそういう主張されてますけれどもあのそういう主張とですねそれから先ほどのアグルエコロジーの,、まああの循環型のコンセプト というのはえ、どういうふうにこれあの、整合していくと考えられますか、印クさん。はい、あの、まあ、例えばですね、先ほど言われた、ビル・ゲイツさんがお金を出して、アフリカの乾燥地域でも、まあ、あの生えるあの、育っていける、そういう遺伝子組み換えトウモロコシをモンサントという企業は作ったんですね。だけど、それをあの植えるよりも、元からある 乾燥,地あの乾燥にあの強いトウモロコシの方がずっと成績良かったんですね。そんなこともありまして南アフリカ政府はその承認をあのしなかったんですねで結局遺伝子組み換えを使うとこれ収入があの収量が上がるってことをあのそういうデマをねたくさん流したんですけども結局それはあの生まれませんでした。 アメリカの科学アカデミーというね、とても保守的な団体も、えー、遺伝子組み換え技術は生産性の向上には寄与しないっていう結論にしたしもう出してるんですね。で、ゲノム編集だとあの、収量が多いのが作れますって言うんですけども、これっていうのは、この遺伝子のバランスを壊して、どん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 制御できなくなって、巨大化する、そんな形であのやってますので、長期的に続くとは思えないんですね。ですからあの 技術こういった小手先の技術でやっていくのではかえって生産は危なくなるむしろその地域に適したその地域に生態系に合ったそういう種をしっかりと育てていくことの方がこれは生産を上げていくことにつながるんだ実際にアメリカでの遺伝子組み換え導入してからの生産性の伸びというものは生その遺伝子組み換え導入し,しなかった地域よりも低いんですね ですから、それを考えますと、あのこういう小手先の技術で生産性を上げるというのは、ちょっと浅しだと思うんですね。やはりこの深い、生態系の,あのもっと深い、えー、科学によって、もっといいもうオプションというものは出ていて、国連の科学者たちもそれを支援して、支持しているんですね。そういったところまで来ているのに、それを覆そうというのが、この国連あのシステム食糧システムサミットなので、そんなのは許しちゃいけないなというふうに思います。 はい、国連食糧システムサミットはまさにこのバイオの技術を使って、まあ、人間が人間の手で人間のために食料を作っていくという非常にまああの、まあ、お金がかかったある意味お金がかかった近代的なあの最,新最先端の農業ですけれどもそれのカウンターにあるのが、まあ、アグロエコロジーという考え方非常にこれは小規模の あの小規模農家がベースになっていますから、まあ、これからです、ね、日本が、まあ、じゃあ、どっちの道を取るのかというところは、非常に問われていると思うんですね。でどうでしょう、川田議員、あのー、今ね、このアグロエコロジーという世界の,あの目指す方向にもし日本が沿っていくとしたら、何が一番必要でしょうか日本のアグロエコロジーを進めていくにはということですね。 やっぱりアクロエコロジーがやっぱりこれから進めていく、やっぱりこの生態系をしっかり利用して、あの生態系を守りつつえ、農業生産性を高めていく、でこれはやっぱり今あの、ローカルの力、ローカル風土をやっぱりちゃんと、えー、活用して、そしてそれを守っていくような、まあ、そういう法律が僕は必要だと思って、それは政策としても必要なので、法律を作る必要があると思っています。で特にあの、まあ、地産地消っていうのはこう進められてもきているんですけれども、 まあできるだけその自分たちの地域で作られたものをそこで消費していく、まあ、そしてまあそれにはです、ねまあ、実はあの今、有機農業をまあ特にその進めていく必要があると思っていて、特にその今までの観光農業といわれているまあその化学肥料を使ったりとか農薬を使ったりということが、やっぱりその持続可能なものとはやっぱちょっと反するところがあって、それはやっぱりしっかりとこう持続可能にしていくという意味では有機にしていく。 無農薬にしていく、自然栽培にしていく、まあ、そういったことができれば、ですねそのアルゴリクロジーを進めていくえとても重要だと思っていてで、それをしっかり根付かせていくためには、実は公的なその調達というのが必要です、それが学校給食とかですね、まあ、例えば学校給食なんかはそれが実現しやすい方法としてあるんですが、まあ、その学校給食で決まった農作物を使っていくということができれば、ですねそこで有機農業をやっていく人たちが増えてきて、 それによって、それがまあずっとこう定着して、たくさん作れるようになってくることによって、価格も下がって、そしてそれがまあ一般の消費者の人も買うことができるようになっていく、当たり前に使れるようになってくれば、一般の人も買えるようになってきますので、そういったそのやっぱり有機農業を進めていく上で、アグレコロジーですね、アグレコロジーを進めていく上で、やっぱり必要なことは、やっぱりそういったそのえ政策として、それをしっかりあの農業政策として、 地域を守り、小規模でも家族でもそういった農業が進められるようなもの、これはもともと日本は実は持ってたものなんですけれども、まあ、それを無理やり今、やっぱり世界のグローバル化に合わせようとして、大規模化して、まあ、その効率化して、えー、機械化してっていう、まあ、そのもちろん人間がやることの、えー、そのもちろんその人の代わりに機械があるっていうのはもちろん出てきてるんですけども、ただそれをやっぱり生態系を守りながらやっていくっていうことをしていかなければ、 やっぱりその生産性の向上にはならないんじゃないかって今、インヤクさんからもお話ありましたように、やっぱりそこにやっぱりすごい短時間的な短い時間でその収労アップしようとうしてやっていくことが、やっぱり今、あの長い目で見たときに、それは持続可能ではないんじゃないかということも分かってきていますし、まあ、そういった意味で、やっぱりぜひその考えていくのはやっぱりこのアグレコロジーというものを日本に。 どうやってそれを普及させていくのかということのための政策づくりであったり法案づくりというもの法律を作っていくということが必要ではないかとそれが特にローカルフード法案というものの中に盛り込んでいきたいというふうにローカルフード法案という今法,律名が法案名が出てきましたけれどもそう今作ってるということですよね。はい、ローーカルフード法法案、案一言で言ででううとあのどんな法案なんななしょうか。 もと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 言っていうと難しいですけどもともと種子法あの、えー、と主,要主要農作物種子法とか種,種苗法とか今、えー、そういった法律が変えられて、まあ、今日本の,あの種をですねやっぱりかなり守るっていうことが難しくなってきている、まあ、そういう状況の中でやっぱり在来のもともと日本で作られてきて日本で生産されてきたまあような種が 今、今ちょっとそれが海外での、ね、生産に移ってきてしまっているんだけれども、まあ、それをもともとのやっぱり種を守っていくと、でそういうもともとの種を守っていくのも、ただ保存して保管していくだけじゃなくて、それを活用していかなきゃいけないということで、まあ、考えられてきたのが、このローカルフード活用ということで、ローカルフードをその守っていく、えー、法律という意味で、ローカルフード法というのをぜひ、えー、これはぜひ国会で通していきたいなと思って今、準備をしているんですが、まあ、そういうその地域の 農業を活性化させて守ることによって、まあ、地域の農業や地域の経済を守ることによって、まあ、日本全体の経済も良くしていきそれからそういったその種を守って食,食料としての農業を守っていくことによってやっぱ実はこのそういった安全で安心な食べ物を食べていくことが実は私たち人間にとっても、まあ、環境にとっても体にとってもすごく健康にもなっていくし、まあ、そういったその長い目で見て やっぱり私たちの命を守る、全体の命を守る、人間の命も動物の命も環境,の命環境も全部守っていけるような、そういうローカルフードっていうのをちゃんと守っていける法律をぜひ作りたいというふうに思って、今、ローカルフード法案というのを,準備をしています、はいえー。鈴木先生、ちょっとお伺いしたいんですけれども、あの農業の現場にいらっしゃる人たちにとって、まあ、今あの、非常に大きな壁になっているのが、例えば、 後継者がいないということだったりとか、まあ、あの経済的になかなか採算が取れないとか、あの現実的な問題いくつかあると思うんですけれど、あのこのローカルフード法、河田議員が用意しているローカルフード法案、在来種の種を活用していく、そこに公的なサポートを入れていくと、この法案はその突破口になるというふうに思われますか、先生から見ていかがでしょうか。はいあの、なると思います。えーはい、まず、 在来の大事な種を守ってそれを育ててくれる農家の方々がいてそういうものでできた安全安心な食べ物を地域の皆さんが食べたいと思うわけですからそういう消費者の皆さんがじゃあ私たちがそれを活用して食べてあのみんなの命を守って食の安全保障を確立しましょうとそのためにが頑張ってくれてる生産者を支えましょうと。 ままずこのネットワークができますよねそれがまた学校給食での自治体での支援がそこにも発生してみんなでそういう農家の皆さんのものが、えー、少し高くても支えるという行動が起きると。でそこにローカルフード法がさらにそこで足りない公的支援のお金を投入することで全体が確立できると。そうすれば、えー、たくさんの小さな農家の方も家族農家の方も ですねえー、そこで安全安心なものを作って、しっかり採算が取れるという循環が生まれると思いますなるほどあの先ほど、アグロエコロジーという言葉が出たときに、循環型、すべてが循環していく、まあ、農業の話でしたけれども、このローカルフード法案というのがもし成立した場合、これは地域の各プレイヤーがこうお互いにこう循環していくという、そういう別な循環が生まれていくと。そうです全体として 地域循環経済ができるということだと思います、はい、それによって地域の経済が支えられ、農業、そして環境、そして給食という言葉が出ましたけれども、子どもたちの安心安全な命と健康と、そういうところまでカバーしていくと、それが一つのアグロエコロジーの日本の突破口になると、そういうローカルフード法案というお話でした。そそしてです、ね、そういった地域で 作られる食を地域で買って地域で食べていくという循環の話でしたけれどもあの先ほど出たですね例えばゲノム編集のトマトだとかそれからゲノム編集のマダイだとかそういうものもこれからたくさんあのマーケットに入ってくるわけですよね。その時に私たちがあの例えばこう選択していく。 食べるものを自分で選択していくというのは非常に大事な主権の一つですけれども、選択を取っていくときに、あの実際、ゲノム編集のものというのはあの見分けることができるんでしょうか、これ、まずあのあの国の政策として、例えばそれを見分けるための,あの規制というのはあるんでしょうか、川田議員。あのこれは先ほどもお話したように、ゲノム編集については許可制ではなくて、届け出制になっていますので。 まあその届け出さえすればですね、これもういいということになっているので、あのやっぱり許認可とは違うので、うん、そのやっぱりそこがやっぱちょっとゲノム編集についてはちょっと緩いんですね。で、そのことによって、表示の義務も課されていないので、うん、やっぱ表示もするしないもその業者任せです。でそういう意味で、やっぱりそこをです、ね、やっぱり消費者の人たちが選んでいくっていうのはかなり難しいものがあります、ね。ただそれをやっぱりその国が何かこう 規制をしたり国がそういった表示の義務をつけたりということも、まあ、本来あの他のヨーロッパとかですね、ヨーロッパとかやってるんですね。だからヨーロッパもやってる国はあるのに、日本だけは、日本とアメリカがやってないということなので、まあ、それは実はその政策変更さえすればできることでもあります。で,でもそれを今、日本の国がそれをしようとしていないので、今それを民間で、民間でというのは、私たち市民の側からそういったものを。 表示できるような方法を作ろうという動きも今出てきているということですということは、じゃあ、まあ、国の方からは、今のところは期待できないということですね。うん、それをきちっと、まあ、食品安全委員会なりなんなりが、消費者委員会が、これをあのきちっと規制して選べるようにしましょうというところに、日本はなっていないということですね。実はこれ、アメリカもですね、非常に表示というのは難しくて、あの食品業界の あの力が非常にアメリカは強いのでたくさん政府にも献金しています。なので表示というのは本当にアメリカはあの国の側からは難しいんですね。ではあの今、川田議員、市民の側からと言ったんですけれども先ほどのピープルズサミットのようにじゃあ国がやってくれないなら自分たちで選択肢を、えー、あの作っていきましょうという動きが実は日本でも、えー、最近出てきたんですね。えー、OK シードプロジェクト といいう新しししプロジェクトトがスタートしましたインアクさん、あのこの事務局長がインアクさんなんですけれども、OK シードというのはどういうものなのか、ちょっと簡単に説明していい、ただけますかあはい、あの政府はあの、表示義務をしません、表示しなくていいですということを言ってるんですけれども、一方であの消費者庁は、ちゃんとそれゲノム編集してないっていう根拠があったら、ゲノム編集してません、そういう表示は可能ですよって言ってるんですね。 だったらやろうじゃないかってことで、これはゲノム編集してない種です、でもその種からちゃんと取って育てたものは、その収穫物もこれ、ゲノム編集してませんって言えますよね、うん、そしてその収穫物から例えばパンとか作る、加工品作る、これもゲノム編集してませんって言えますよね。だから、全部食の、ね、種からやっていくと、すべてをゲノム編集かどうかってことを、ちゃんとこ市民の側から示せるってことが分かったんですね。なるほど だったらその,あの,、えー、あのマークを作ろうということで、OK シードマークというものを作って、それをあの、えーまあ、使ってもらおうということで、そのプロジェクトを始めました。素晴らしいですね。つまりあの、ゲノム編集ですよという表示はないかもしれないけど、これはゲノム編集じゃない種ですよっていうのを先にあの表示してしまえば、見分けはつくようになると。そうですね、逆転の発想ですよね、それってね。でこれはあれですの。 o、OK、k シードプロジェクトっていうのは結構これあの今も大きな動きになってきてるんですか始めたのが7月20日ぐらいなんですけども、それもうあの2か月ぐらいのうちにもう1000人近い人たちがあの支援に登録してくれて、<ー>今どんどん広がっているところです。いかにあの日本人もですね、なんかぼーっとしているようでいて、実はちゃんと考えていて、あの子どもの口に入る食べ物はお母さんがちゃんと選びたいわ というような意識が相当今実は広がっているんですね。これね、マスコミの中の人が一番こういうことって、まあ、疎,く疎いところがあってですね、あの実はあの民間の,あの市政の人たちの方が非常にこういうことは意識があの早いです。なので、まあ、こういう動き、どんどん広がっているんですよね。この OK シードプロジェクトのこのシールというのは、えっと、これはあのそうすると生産者の側が、 その OK シードプロジェクトの事務局に連絡をすればいいということですかウェブサイトから使用申請していただいて、無料で使っていただけますので、ちゃんとしたことをやりますということが分かれば使用許可を出してやっていくということですね。で、種の生産者だけでなくって、例えばパン屋さん、あるいは生協の皆さん、これも使えるんですね。あるいはスーパーやってる人、お店やってる人。 それもちゃんと自分で根拠を確,あの確保できれば、貼れますので、そういう流通業者の人も含めてですね、あるいはレストランの人も、ね、含めてねあの、使っていただければなというふうに思っていす素晴らしいですねあの、鈴木先生、先ほどのマダイの話ですけれどもあの、そのうちこのお魚なんかもあの、天然と養殖っていう表示は今ね、すでにありますけれども、ゲノムもこれ適用できそうで,、ね、そうですね、ぜひ魚にもねあの、どんどん使っていただきたいですね。 はいはい、そうして、ですねやっぱり私たちがあの消費者の側が食を選ぶ、食を選ぶことが実は本当に最初のスタートであの、そこから社会のギアっていうのはすごくやっぱり変わっていくんですよね。あの先ほど、川田ンがローカルフード法、今これ作ってます、これ国会に提出しますということでしたけれども、この OK シードプロジェクトという動き、どんどん大きくなっているこの動き、それからローカルフード法が成立した後 の,あの動きっていうのと、これ、2つ、今、日本からアグロエコロジー、えー、ローカルな、えー、レベルで、うん、食の未来を変えていく、えー、この2つが突破法だという、あのまあ、そういうことですよね。河田議員、このローカルフード法案というのは、いつ頃の提出予定なんでしょうかそうですね、ローカルフード法案は、もともと在来種保全あの活用法というのを、まあ、昨年の5月ぐらいから準備していたんですけども。 まあなかなかその法律というのは、まあ、議員立法の場合にタイミングがあ,のあってです、ね、まあ、なかなかその野党から出す場合にはバーターで通さなければいけなかったりとかで、まあ、なかなかそのチャンスが巡ってこなかったんですけれども、まあ、今、だいぶ法案の骨子の段階にまで来ていて、まあ、それをぜひです、ね、これはあの多くの国会議員の人たちに理解してもらって、賛同してもらわなければ出せない、または成立しない法律ですので、 与党にも巻き込んで出していきたいと思って、あの今、これ、あのまあ、これ選挙があって、まあ、その後国会があって、まあ、本当に早くて来年の通常国会になるかもしれないなというぐらい、ちょっと今、見越してちょっと作っていかなきゃいけないんですが、まあ、今、ですねその法案という動きだけではなくて、各地でその自治体の中で条例というのがどんどんできてきています。でこれれ今趣旨法もそれからあの 各地ですねこの種苗農作物種指法を各地の条例の中に作っていこうということで、種指法は廃止されたんだけども、地方自治体の議会がそういった条例を作って、今、サポートして作ってきています。でそういうふうに実は今、あの本当にこのローカルの動きの方が実は活発化していて、今、国会議員の食の安全と安心を作る議員連盟というのを私も事務局長をしていて、議員連盟あるんですけども、 まあそれが今、地方自治体議員の中にもその動きができてきて、地方自治体議員が食と安全を守るための議員連盟、ローカルなそういった議員連盟を作ってきてますので、今、そういう人たちからですね、どんどん条例を出していってくれることによって、まあ、国ももちろん後押しするんですが、実はこの法案自体もそうですけれども、主体的には地域が主体になっていくということが法案の中身でもありますので、ぜひこの条例の方をやっぱりしっかり あの作っていくっていくとうことを、まあ、ローカルな地方自治体議員の方に、それこそローカルフードですので、ローカルの、えー、条例を、やっぱりぜひあの立ち上げていってほしいなと思います。でこれはのぜひ動きとしては、もうあの、地方自治体っていうのは、3、6、9、12月に大体議会が開かれていて、まあ、その議会で、まあ、この条例っていうのは議論される、まあ、この9月もそうですし、12月もそうですので、まあ、ぜひそういったその地方自治体の中で、ぜひ条例を。 条例案を作って条例を成立させていくことによって自治体がもっとこれ主体的にできることももちろんあの学校給食なんて特にそうなんですよね。あの今治市愛媛県の今治市であったりとか千葉県の泉市であったりとか、まあ、今そういった各地で学校給食を有機にしてローカルを元気にしていこうという動きがですで、ね、に地方では起こっていて実際も実現しているということをまあ見るとやっぱり実はこれ早めていく。 実現を早めていくのは実はローカルからなんじゃないかということで、まあ、ぜひあの地方自治体の方から動きを作っていくことも、これ、一つの動きになると、大きな動きになると思っています、はい、あの世界の動きも日本の動きも、本当に今、ローカルから、えー、スタートして、そしてそれが大きく長く、えー、続いていく、持続可能なシステムに、えー、続いていくという、そういう流れにあの日本も実は、 目立たないけれども、実はそういう動きは日本でも始まっているということでした。皆さん、ぜひですね、ローカルフード法案、そして OK シードプロジェクト、国連食糧システムサミット、国連ピープルズサミット、ピープルズサミット。すみません、グローバルピープルズサミット。 失礼しましたグローバル・ピープルズ・サミットえ、この辺りぜひ検索してみてください。えそして、またですねこのローカル・フード法案・コーの成立までのえまたあの途中経過の報告、OK シード・プロジェクトの報告、日本の農家の現状え、このシリーズまだまだ続けていきますので、皆さん、引き続きえぜひ見てくださいねえ。今日は本当に皆さんありがとうございました。